こんにちは、こだまガラスこだまです。ガラスとガラスの接着シリーズ、一般的にはコーキング剤で接着することが多く、紫外線を当てて接着する UV 接着とその他両面テープで接着するという方法があります。今回はガラスとガラスの接着シリーズ、その特徴についてご説明いたします。これがシリコン、UV でテープ、板については一番綺麗なまだこの UV なんか接着されてるかどうかもわからない。正面から見ても綺麗し、横から見ても、まあ、ここも厚みが全然ないので横から見ても綺麗。そこも、まあ、これは結構正面から綺麗、まあ、これはまあやっぱり僕の腕、まあ、これはまあやっぱり僕の腕、はい、正面から見たら綺麗ですけども、これ横から見たらちょっとこう厚みが出ちゃいますね。厚みがない。で、その代わり、若干柔軟性というか、まあ、遊びがあるんで、まあ、私揺れたりとか、まあ、そうですかね。でも地震の風とかが揺れた時に、その角とかがなくて、揺れたらちょっと描きやすい。そうですね。でも、まあ、水分だと、まあ、こんなに結構揺れてますね。まあ、若干その施工に腕がいると、うん、そうだね、やっぱりきっと施工は難しいね。その代わりやっぱり綺麗であるし、かつ柔軟性があると、うん、そうね、っていうのがこのシリコンマシンで、UV の方は見た目はもう抜群に綺麗なんだけども、うん、遊びが全くない、遊びが全くなくて、ただ結構ガチって固まるから、まあ、こういう感じとかにですよね、使えるけども、まあ、シリコンだとちょっとこのラインにするとちょっとこうこの、おお、これかなり危険ですね。UV だと結構もうガチとしてる、手が離せないってことですよね。で、そのやっぱりこう、まあ、シリコンと同じように、まあこの正面は正直ちょっとまだちょっとこの僕の施工精度は低いんだよね。ちょっとこの角が生えてしまってるんだけども、はい、一番簡単なのこれ、はい、まあ、だいぶで、その次のこれ、こっちはちょっとね、シリコンは正直頑張ってもちょっとなかなかできない、でも一番よく出るのはどうですか。一番よく出るのはシリコン、まあサイズが大きいと思うんですけど、基本シリコン。じゃあ UV のやつは主にどういったところ、これだとそのショーケース、基本的に小さい。そうね、まあまあ、もうこれぐらいの大きさの、このテーブルぐらいの大きさのショーケースとかでも、まあ、UV で全然接着する。見た目がね、すごく美しいね、とても綺麗ですね。ただまあ、お店とか、はい、まあ、設計さんとか、まあ、によっては UV をやめてくる。おー、それは例えば、ここコンガラスが割れてしまうなった時に UV だと全然やりたい、まあ、シリコンだったら、まあこれだけ割れてもこれだけ交換するとか、まあ、テープでももちろんこれだけ割れたらできる、これだけ交換するとかできるので、一番美しいけども一番融通が効かないと。そうね、今までだったらもう UV が、まあ、ダメだなった時はもうシリコンでやるしかない。取り付けするときに、まあ、この、まあ、これみたいにこの3本シリコンで接着して、その次に転換を施工しないといけないなった時に、なかなか一晩で乾かしたりするのに、まあ、やりようはあるけど、ちょっとその辺は難しいところがあったんだけども、まあ、それ変わろうとしてもらっている、まあ、見た目の同じ状態のまま次の作業にかかる。ただシリコンだと乾かないと、もうこんな乾かない状態から動いてしまうと、もうくちゃくちゃいいんですよ、ね。まあ、そういう意味では、まあ、指でダメなっていうときは、まあ、これからのテープ。これ、よその業者さんも結構テープを導入されたりとか。いや、まあ、まだしない。これ、うちのみ。ということですね。いや、最先端で。そんなに見たら
それはどこから見てるんですか。上から。上から見てる。はい。で、まあ、こういうところに、これ4枚。3枚。はい。こう、細かさを入れる。うん、入れたと、もう中に入れない。そうそう、永遠に入れない。そうそうそう。もうガラスをもう取らないと入れないっていう。こう正面から見ると。だから、その施設を解体するまでは取らないぞと。そうそう。いう勢いですね。正面からですね。はい。というガラスですね。まあ、この奥に公開とかの方を見るという、まあ、そういう物件があって、はい、で、このガラスのこのジョイント、はい、あ、そうですね、ここをどないしたいの。ああ、これも美術品ですから結構やっぱりこう目につくところですもんね。で、まあ、ここが隙間を開けたままだったら、はいはい、ただまあこれを UV じゃちょっとどういうことかそれはできないので、海だとダメなんで、じゃあシリコンで、はい、まあ、やるとなると、まあ、シリコンでこう宇宙ってやったら、こう長いのこう宇宙って出て、こう来た。出ますよね、はい。で、そういう時には、やっぱり、いや、まあ、もう手が。ですよね。でもそれじゃないと不可能なんですよね。でも、その時に、もうやっぱこのテープはかなり有効なんです。有効でも、テープでしか綺麗にできないですよね。テープでしか綺麗に。はい。ちなみに今も22分もあります。結構なそれだな。ちなみにね、はい、あとコストはね、おー、そうですね、聞きますね、はい、一番安いのはこれ、ね、だいぶだいぶ見たいな。で、まあ次がいるよ、まあ接客部分だいぶで、まあこれ、UV 接客はだいたいメーター1500円、で、ダシッポンだと、はい、まあ、メーター2500円、こんだけ綺麗に仕上がると。あのね、なかなかこれ画面では伝わらないですけど、匂いの方がね、伝えるっていうのは、これでこれ見てる方は全く伝わらないと思うんですけどね、かなりこの質もね、ツンとした香りがかなり漂っちゃいましたからね。これは実際ちょっと嗅いでもらうとでも分かるんですけど、こう画面ではちょっと伝わらないですけど、なかなか、まあ、営業中のお店でやるにはちょっと、ああ、ちょっとね、こうやっぱ怒られる、ちょっとね、やっぱ深夜とか、閉店してからの方が、そしてちょっとお客さんがうろうろするところでは、ちょっと大いにの方が、まあ、このままから違和感でも、セコに行くということで。まあ、翔太もそんなに。からね、あの、ごめん、24時間も。24時間も。言ってましたね。まあ、そういうふうに、ね、夜中、深夜対応して、もう朝にはきっちりできてるという形で。ただ、まあ、このシリコン、普通のシリコンと比べて、だいぶ高い。あ、10倍ぐらいです。10ですか ?10 倍ぐらいですか、ね、マジっすか。なるほどね、まあまあプロが使う、うん、なんかその辺のホームセンターではちょっと手に入らないなかなか手に、まあ物が売ってる、売ってるんですか。いや、もう30分超えてるんで、もう十分じゃないですかね、これどこで編集切ろうかなってくらいなんで、もう取れたから十分すぎますよ、これ、okay. もういいじゃないですかね。これほんまにこれ綺麗、どんだけの竹林ですか、終わらないですよ。いや、これほんまに綺麗で、この竹林なかなか現場でこんなに綺麗にいくことはあんまないぐらい綺麗、でも現場でも綺麗にしますよね。